そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならばそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。 Once more。 そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。雪で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。 Once more。 そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、
そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、薪の明かりを歌いました。2018年2月の12日月曜日の星座確認よ。今日はね、建国記念の日ってことで祝日で休みなんでね、昨日今日とね、キャンプに行ってきますして無事帰ってきましたね。はい、どうもね、ギローさん、どうもね。はい、薪の明かり歌、酒屋さんですね。白雄さんと坂浜圭さんですね。はい、こんばんは。はい、今夜薪の明かりを歌いました。建国記念の日ね、今日はね、どうもね、祝日だったんでね。はい、こうやって巾着だから無事帰ってきました。はい、ギローさん、どうも、ルナさん、どうもね。はい、今日は薪の明かり歌いましたよ。そう、素敵な歌ね、これね。うん、ありがとうね。うん、ルナニャンって言われてね、この女の子は。ルナニャン、そうか、ルナニャンって言うんだ、愛称がね。どうもね、ありがとうね。うん、こんにちはね。うん、こんなふうに、じゃあ今日も飲もうか、今日も飲みましょうか。今夜もいつも通りか。どうも、いや、今夜も明日から行こうか。早めの配信。また明日からお仕事だもんな。はい、今夜ガスバーナーでやりましょう。このガスバーナー、よかったよかった。ガスバーナーね。熱燗飲もうか、今日もね。今日ね、キンキャクター使って。うん。これはよかったな、ほんと。このガスバーナーね。今日ってのちょうどいい。意外とコンパクトだしな。うん。ガスバーナー。お気に入り。これ安いので買ってよかったよ、これね。ルナちゃん、どうもありがとうね。うん、はい、今日早めにね、今日休みだからね。さあ、今日はね、ユーザーさんからまた送ってもありがとうね。カレー、レトルトカレーね、届いたからね、ブギね。ありがとうね。うん、あと、帽子と靴下。ね、今日届いたからありがとう。ね。うん、ブギ届いたよ。うん。うん、はい、じゃあまた今度ね、キャンプ、なんか山に行った時でも食べようかな、カレーね。じゃあ、熱燗です。熱燗、今日ガスバーナーでやりますんでね。うん、そうよ。じゃあガスバーナーで買うだけ。そんな感じで。ね、じゃあ持ってこようか。いつものお酒、いつものお酒持ってくるよ。どうも。本日もね、男たちの酒をいただきます。男たちの酒いくよ。はい、いちごとっくりでいきましょうな。はい、こんにちは。うん、あれ、そうね、うん、これね、こちら、こちらのとっくりで、じゃあ扱いしましょうか。缶酒、ガス出して、お音を一発で吹いた。何回ちょっとお音を一発で吹いたね。はい、どうも。今日はね、今日はお鍋、お鍋ですね、今日は。今日
方もラジメスキー選ぶよね。ラジメスキーでお鍋します。ラジメスキーでね、こんな感じかな。それで今日ね、豆腐鍋、木綿豆腐で、こちらの木綿豆腐で、これで豆腐鍋作ってみる。弱めようかな、ふとしたんで弱めます。で、昆布茶だめ、おなぎに昆布茶、昆布茶ね、木綿豆腐一丁、昆布茶適当でいいやな、こんなもんだ。2杯でいいな。これで、これでグツグツ、これで火にかけて、これで火にかけます。じゃあ豆腐の昆布茶鍋、昆布茶鍋、昆布茶鍋を、はい、どうもこんにちは。シーズアスカ、アスカもいいかな。どうもこんにちはね、こんにちは。おまんこさんどうもね。あ、フライショタさんどうもね。わかんない、あれ今日外のパワーガス使ったらすぐついちゃうんだな、昨日もね。わかんない、これね、今日調子一発でついちゃうからね。じゃあ神田君もいいか、神田君下ろします。じゃあ鍋の方、神崎下ろして、豆腐鍋はい、熱燗できたね、いい感じだ。はい、どうも。今日は早めにね、あ、湯気がいいね、この感じが。だいたい巾着だからね、帰ってくるのはね、全部入れて3時間だな、3時間、そう、3時間ぐらいか、あれ全部そんな3時間あれば、電車の巻き時間も入れて、そうかな、3時間。うん、1時過ぎ入れて、そう、4時過ぎに帰って3時間。あそこ狛江駅はあれローカルだからさ、単線なんだ、電車待ったりするからさ、全部入れてね。あとこっち、僕お竹橋からずっと枝乗ってきたね、渋谷線で乗り換え乗り換えも入れて全部歩いて、そう、3時間です、全部町山で。分かった、二郎さん、3時間ぐらいよ、前にも言ったと思うけど、3時間ぐらい全部入れて、乗り換え時間とか電車の時間も入れて3時間かな。うん、西武線あれね、飯能駒駅間2駅なんだけど、あそこ単線だからさ、電車があんまないんだ。こんにちは。あ、どうもね。クロちゃんどうもね。今夜マスカ行くよ。今日は1号特訓で、なんで。
じゃあ今夜は暑かんない、まあ、昨日も暑かんなったけどね、はい、明日から行こうか、いい感じだ。これが茶色のイチゴとくにね、茶色のイチゴ、はい、乾杯。いや、2本目も返そうか、2本目も今日も2号飲もうかな。いいね、あれね、ほらね、どうもいつでもいいよね、あれ新着だ、いいよね、巻きがあったから。今日も新着だで使わなかった巻きがあんで、あれは別のところで持ってくときもいいや。スノブキ行くときにあれ持ってってもいいな、あのままスノブキ。あんたがあれバックパックの中入れっぱなしで、スノブキキャンプじゃ巻き替えねえからさ、あれと一回オガラウト1本と林間だから林間のいろんな木くずしろって、そらスノブキキャンプ場だと焚き火するの十分だね、あれだけあれば。お、今日はね、豆腐鍋、豆腐の昆布茶鍋よ。昆布茶だから味はつけない、このまま温まったら。いつものようなじゃない。スブキはどんな、こんなもんか、3時間ぐらいかな、あそこも。3時間ぐらいかな。3時間。だいたい3時間全部入れて。あそこは乗り換えないんだけど、ほとんど1本なんだけどさ。群馬だからさ、100キロないよ、90キロぐらいから、90キロ。だいたい90、高崎が100キロだから。そうね、あそこ90キロだろう、90キロ。あそこ、あれ、新着だはね、40キロだから、全然距離が違うからさ。でもね、あれ乗り換えがいろいろあるんで、ね、一本じゃいけないから。西武村って池袋から出てるから、そこまで行くのも乗り換えであるからね。めっちゃ荒川区だからさ。わかった。うん、スノブキは電車90キロぐらい離れてるんだけど、都心から。でもあそこ電車1本だから、乗り換えがない分かかんないかもしれない。乗り換えがない分、乗り換えがないからね、あそこ電車1本、高崎線1本だから、日本まですぐだしね。地下鉄が結構めんどくさいんだよね。だから僕は今日あれ地下鉄で小竹向原からずっと行くときも渋谷で乗り換えてね、有楽町線、ね、で北前線で渋谷で、それで切った。そして A 段1本で西武線まで行けるからね。一番近いのはさ、京成で乗って、京成日暮里で山手線だけど、そうするとさ3社分かかっちゃうから、お金かかるんだよ。無理無理 A 段で乗り継いで行けば多少時間かかるけど、安いから。うん、ありがとう。すいません、ナンパとかそういうのは、うん、ね、硬派なんでね、僕はチャラチャラしたことじゃないのよね。ナンパするくらいだったらソープランド行きますそんな人間なのか、かずしこさん、分かった。ナンパするくらいだったらね、確実に楽しめるソープランドの方がいいと思いませんか。うん、現実的なのよね、ほんと。ナンパの場合はさ、うまくいくかどうか分かんないもんね。ソープランドだったら確実だもんね確実にね、肌と触れ合えるからさ。乗らないよね、駒駅でも使うの。乗ってたら行くかめんどくさい、そう、駒。西武秩父まで行くとき乗ってもいいけどね、飯能で降りるときとかさ。どうせ。レッドアロー一本じゃ行かないからね、乗らないでめんどくさい。じゃあ乗った方が逆にめんどくさいでしょうね。なんか乗んなかったよ。でもありがとうね。あ、今日ユーザーさんから届いたっていうのはね、これ、うん、
隠したもん、帽子とね、帽子と靴下とカレー用がその持ってってた感じで、まだかぶりましょうね。これ届きましたんで、帽子ね。なんか下っ、なんかこういう帽子だ。かくって持って、こういう帽子をいただ届いてましたでしょ。ありがとうございましたね。ありがとうね。こういう帽子と、いいかな、こういう帽子ね。今日帰ってきたら届いてたんで、こんな帽子。また、山の時かぶろうかな。あと、靴下ね。靴下2足。と、レトルトのカレー、コープのカレー。ありがとうね。これ山の時でも食べようかな。ありがとうございました。届いてましたよ。はい。山の時食べようね。ありがとうね。今日早かったからね、これが。ただでも豆腐鍋いいかな。今日は豆腐鍋。豆腐鍋、ああいい匂いでした。ああ、いい匂いだ。超豆腐鍋。で、すかさず2本目の缶酒。本日は熱燗と豆腐鍋。はい。はい、どうも。うん、どうもありがとう。今度すんね。大丈夫、録画したからさ。ね。ああ、いい感じだ。豆腐鍋です、今日は。木綿豆腐と昆布茶だけのシンプルな鍋。これを食べながら、ハフハフしながら。ああ、うまそうじゃないか。豆腐です。豆腐、木綿豆腐をね、一丁分をね、4つずつ取って、昆布茶で煮た豆腐鍋。6つ取って、ああ、うまそう。今日はこんな感じね、豆腐鍋でいっぱい。どうも、蓋がね、変形しちゃって、はい。でもね、これ、こんな感じ、豆腐鍋です。で、噛むだけで、うちにあったもんね。今日なんか買い物行かなかった。キャンプでお金使ったからね。このキャンプとかでかぶるからね、このね。いい感じだね。どうもね。どうも。こんばんは、どうもね。はい。さしものさん、どうもね。やらない男優は。虚しくないよ。虚しいって言ってたら大抵のことは虚しいからね、しょうがないよ。虚しいのは当たり前よ。うん、もうシート見ようか。あ、これあともうあったまった。おしまい。どうも、いってらっしゃいね。こんばんはね。モズさん、どうもね。
ああ、今日豆腐でね。坂東さんどうもね。あきこちゃんどうも。いつもかわいいあきこちゃん。声がかわいいんだあきこちゃん。たまらないよ。お互い様だからね、みんなね。たまればたまるといえばたまるし、たまらないといえばたまらない。そんなもんはさ、形に目に見えるもんじゃないからさ、そういう問題じゃないんだよ。そういうなんとみんなそう、みんなそうじゃない。いろんなもんあるじゃん。欲もそうだしさ、いろんなもん、どんな欲もそう、形に見えるもんじゃない、目に見えるもんじゃないからさ、たまるといえばたまる、たまらないといえばたまらない。だから何とでも言えるんだよ、そういうのはね。何とでも言える。もう山歩き面じゃないんだよね、結局。もうたま、結果で、テント泊したくて最初、雲取り行ったからね。そう。結果的山歩きになっちゃったけどね。最初僕、テント泊したかったんだよね。それでいろいろ調べてたらね、ああいうとこあるの知ったんだ。テント泊したくて。テント泊できる場所どっかないかなと思って。さて、最後、もう一回、もう一杯、豆腐行こうか。今日は豆腐鍋、こぶちゃんの豆腐鍋。安上がりでいいな、これはな。味付けはこぶちゃん。こんなもんで、汁はまた昆布茶だから美味しいんだよな、これね。うまそう。はい、どうもね。キンポケ、そんなもんないよね。いい感じだ。レオン君か、可愛いんだろうな、レオン。この僕あれ、あそこ行ってみたの、キャンプで。愛知県の桃太郎神社公園キャンプ場。うん。あそこ一回行ってみたい。桃太郎神社公園。夏場なら、あれ、ちっちゃい寝袋でもいいからな。行ってみたいな、あそこ。桃太郎神社公園キャンプ場。あそこ行きたいね、僕一回ね。500円でね、みんな。
あそこ有名だもんだ、大体。あの辺、愛知県あたりの人結構よく行ってるもんな、みんなね。どうも。妹いんのかな、あれ、暮らし方さんは。妹いんでしょうか、妹、かわいい妹。いるのなのわかんないけど。じゃあ、2本目いこうか。2杯目いきます。2杯目いこうか。じゃあ、これでおしまい。神崎です。はい、乾杯。あ、うまい。今日は豆腐鍋でした。あ、うまいね。明日は帰り何か買ってこないとな。もう何もねえから、明日帰り買ってこよう。なんかね、ああ、寒いし暑感がいいね。あ、この黒豚さん、どうも、ね、こんにちはね。今日は早めよ。ね、祝日だからね。建国記念の日よ。建国記念の日は、建国記念日じゃないのはね、この日で建国ってことじゃないからね。ただ日本の建国を祝うってことで、別にこの日って、だからそういう意味だから建国記念の日なの。それ間違わないようにね。建国記念日ではないから。建国記念の日ね。だからこの日に日本は建国されたってわけじゃないから。日本の建国を祝うっていうことで、なんかたまたまこの日にいただく話なんでね。外で飲んだ、昨日外で飲んだんだ、昨日。キャンプだから。ね。テント泊して外で飲んじゃない、昨日。ね、たまにはじゃなくて。毎週飲んでないんだよ、ね。昨日、京都でテント、巾着座でテント泊してきたんでさ。だから外で飲んできたよ。オーガなんだもんね。ああ、そうだな。ああ、すごい。あの寝袋ガサバッけどね、あったかいな。やっぱ冬、あったかい、やっぱガサバッけど、でもそれはしょうがないよね。夏場ね、夏場、名古屋駅の桃太郎巾着の公園キャンプ場行こう、あそこ。もうあそこ一回行ってみたいんだもんよ。もう場所は上がってっからさ、うん、楽しみだ。一度行ってみたいんだ、あそこ。どんなとこかなって。あの桃太郎神社見てみたいな、あれ。どういうとこか。どうも。うん、笑顔よ。はい。いいかな。はい、どうもね。笑顔よ。大丈夫、交通費。そんな、だからすぐ行かないよ、すぐには。交通費はなんとか出てできた時にね、行けばいいや。
いつか行きたいだから、すぐ行くんじゃないもん。いつか行ければいいもん。今年じゃなくてもいいし、長い目で見て、5年、10年、20年単位で見てさ、行けるときに1回でも行けたらいいなと思って、そういうもんだから。だから建国記念のしね、分かった、ルンナさん。ね。あ、そうなんだ、そうそう。振り返らない。分かった、建国記念日じゃないからね。建国記念の日だからね。記念日って言うと、その日に建国のように思われちゃうから、そうじゃないからね。建国記念を、の日、そういう、建国記念の日だからね。これ大事よ、あれ。その日に建国したわけじゃないから、建国記念を祝う日だから。その人は、振り返り修理とか、あ、そうなんだ。振り返り修理なんだ。いや、どうもね、教えてくれて。ありがとうね。ありがとう、振り返り修理ですか、今日は。ありがとう、教えてくれて。あ、本当だ。振り返り修理になってんだね、今日はね。どうもね。健康記念。今日の一杯は金だけです。僕車持ってないからね、僕。今日は生揚げの中では豆腐鍋だ、豆腐。木綿豆腐ね、今日はね。全然知らないよ、僕は。ね、日本人ですよ。まあ、朝鮮人も、その、大して嫌いないけど、あの、つなぎの国だし。そうだな、僕、そんなに、だって、日本列島でさ、九州って僕見て、パッと、いろいろ見てくとさ、この本州よりも文化的には朝鮮半島に近い感じがするもんね、九州自体がさ。だそんな大したけどね、日本人も九州も。うん。あ、朝鮮人も。もっとそもそも九州なんかさ、こっちの東日本、本州でも、比べたら全然、半島の方に文化が近い感じがするもんね。昔日本がやってたさ、大東亜共栄圏みたいに東アジア共和国にか理想だよね、理想を言うんだったらさ、朝鮮半島、中国の東北バースをまとめてさ、東アジア共和国みたいな作だったらいいんじゃないかな、仲良くするんだったら。それ理想だよね。東アジア共和国。お、リアカーで場所取るからね、置き場所ないんだよね。この自転車と一緒でみんなさ、自転車も自動車も置き場所ないから買えないよ。まあ電車から僕はそれでいい。都市生活してる人間だからさ。車買う余裕ないんで、駐車場代も払えないしね。身の丈に合った生活でいいんです。あいつらが持ってっから自分も買うなんかしね、みんなだけやって生活で自分の生活に合ったやり方でいいんですよ。無理したら大変だからね。みんなだけに合った生活、それでいいんです。贅沢はしなくていいのね。みんなだけに合った生活で、みんなだけなので贅沢ね、それでいいんですよね。背伸びはしない。上を下を見てもキリがないけど、上を見たら上を見てもキリがないからね。ね、三輪車の場所を取るからね、うん、そうよ。シティボーイズあったの、シティボーイズ。あれ確か大竹まことだよね。最近娘さんが薬物で捕まった人ね、がやってるグループだよね、シティボーイズってね。そうだよね、あれはシティボーイズだっけ、あの人何やってんのね。それあってはシティボーイズだったよね、大竹まことさんの所属グループはね。まだ活動してんのかな、あれ、参議院でね。
さて最後、お鍋の汁飲んでおしまいでしょ。昆布茶鍋だからね、うまいな、これね、昆布茶だから。そうだね、乗ってみようね、今度ね。そうなんですよ、これ丸首だから、ちょうどは。また明日から1週間頑張りましょうね。明日から1週間。ね、1週間経てば、やって、まだ、終了日はその週だね。うん。今度は一応、うん、また休み終わりってけど、連中になったら、山行きていいけどな、山。ね、山。山。今度山行こうか、西武線の山行ってみよう。また西武、飯能と秩父の間のどっか。行ってみようかな、今度。また西武線だけどね。西武線交通費安くていいんだよ、あそこ。丹沢よりも西武線の方が安いんじゃないかな、丹沢よりね。しんべヱさん、どうもね。うん、おまたのこと考えながら、僕も女の子かわいいよね。ああ、女の子はかわいい。相手にされないけどいいんです、僕は。女の子が相手にしてほしかったらソープランド行くもんね、僕。いいよ、誰にも相手にされなくたっていいもんね。いらずになったらソープランドに行けばいいんだね。いらずになったらソープランドに行けば、かわいい子が相手してくれもん。あれ、おめでとう出てきたんだ、おめでとう。険しい山って言って、どうしてもまた言っちゃうけどね、交通費もそこそこかかんだよね。そう、険しい山って言うと、そうね、そこそこの交通費かかるんだよね、当たり前だけどね。うん、またか、まあ、いつも交通費かかる。まあそれはしょうがないね、身の丈に合った生活してるから。だいたい奥多摩か秩父行くとき、僕のお財布感覚がその辺が限度かな。奥多摩、西武線か青梅線線か、あと丹沢だから、あれ、あの小田急線、その辺か限度。あれ、前に言ってたさ、東京電力のおなじみの、大勢は諦めた。大勢ってお金かかんだよ、本当に調べたら。2、3000円当たり前かかっちゃうから、片道、バスで。大勢はもう諦めた。交通費的にってちょっと大変なんで。大勢は諦めた。まあ、丹沢とかでも全然登った。だ、丹沢この間山の塔で、そのまま遠野だけで、2時間登ってないからね。大勢はもう諦めた。ケチじゃないのよ。ソープランド魅力は若い女の子がね、こんな僕でも相手してくれるんだよ。ね。それでそう、そこじゃないか。でね、リアル社会じゃ全く相手にしてくれないようなお母子がさ、ね、行けばさ、こんな僕だってさ、可愛い子がさ、サービスしてくれるんだよ。現実社会じゃありえないもんね。ごめん。成長しなくたっていいからもう、うん。しなくてもいいからいいや。
成長し、交通費とかで、そんなこと言ったらお金使っちゃうじゃないか。それも大丈夫、普段からのお金カンカン。うん。そういうこと、きめき細かくした方がね、ある程度お金って貯まるもんよ。うん。ああ、これだけだとお金使っちゃうなって、僕の場合は、こっちの方にしとこうとかさ。金銭感覚やんないと、その辺で。なんで好きな放題使いまくって大変だからさ。それ考えてやんないとね。いい感じよ。うん、感想。いい感じです。子供でできるの、人付き合いできないから、子供いないよ。人付き合いできませんからね。もう小遣いなんてほとんどもらってなかったんだって。ずっと3000円だったもんな、高校卒業するまでもらってた3000円だよ。3000円。うちの親もケチだったからね、うん。テレビゲームすら買ってくんなかったから、うちの親は。もうすでにもう小学校の頃からもファミリーコンピューター出てたんだけどね、うちはそんなもん、何も買ってくれなかったよ、ほんと。それほどケチだったんだ、うちの親はね。うん。うん。そうよ。するよ。はい。ほんとそうよ。うちの親もほんとケチだった。ね、ほんとケチだった、あれ、あの親は。そんなにたまってないって、それほど。それほどたまってないから、それほど。たまってないよ。うん、それだけにたまってるけど。ね、まあ、もともと土底辺だから。ためようがないけどね、うん、それなりのもんよ。うっふん、わかった。うっふんのところを強調歌う。じゃあ、これじゃあ最後にね、うっふんの歌を歌って終わりにしようか。じゃあ最後はうっふんの歌で終わりにしようか。歌うね、黄色いさくらんぼ。ねえ。このように歌える歌なら歌います。じゃあ最後は黄色いさくらんぼでいこう。黄色いさくらんぼ歌詞。じゃあ行くよ、黄色いさくらんぼ。スリーキャッツ黄色いさくらんぼ。今日はリクエストに応えて、これを歌って、これを最後に歌いたいと思います。若い娘は、うふん、お色気ありそうで、うふん、なさそうで、うふん、ありそうで、うふん、ほらほら、黄色いさくらんぼ。つまんでごらんよ、ワン。しゃぶってごらんよ、ツー。甘くて渋いよ、スリー。ワン、ツー、スリー。黄色いさくらんぼ。若い娘が、うっふん。三人揃えば、うっふん。ぺちゃくちゃ、うっふん。ぺちゃくちゃ、うっふん。コロコロ黄色いさくらんぼ。お熱い話に、うん。おしゃれな話に、へえ。おいしい話に、わー。ワン、ツー、スリー。黄色いさくらんぼ。若い娘は、うっふん。お色気あり、お脈がありそうで、うっふん。なさそうで、うっふん。ありそうで、うっふん。なんだか黄色いさくらんぼ。触っちゃいやいや、ワン。離しちゃいやいや、ツー。ふざけて済まして、スリー。ワン、ツー、スリー。黄色いさくらんぼ。はい、今日最後は黄色いさくらんぼでした。はい、どうもね。
じゃあ今日はこの辺で終わろう。おやすみなさい。ではまた明日ね。明日からまた仕事だからね。いつもの仕事から帰宅次第ね。おやすみなさいね。おやすみなさいね。終わるね。またね。ではまた。はい、おやすみなさい。終わります。また明日。じゃあ、スティックの方もね、大木郎さんどうもね、おやすみなさいね。はい、じゃあ最後はこの歌、配信終わったところでローカルで一曲歌って終わろうか。今日のローカルの歌はこれで終わろうかな。ローカル。もうこれは配信じゃないからね。普通に一曲歌って、記念に歌って。今日最後はこの歌で締めようか。サンヤブルースで締めようか、サンヤブルース。で、最後。今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ。どうせサンヤのドヤ住まい、他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃサンヤがふるさとよ。工事終われば、それっきり、お払い箱の俺たちさ。いいさ、サンヤの滝を世間恨んで何になる。人はサンヤを悪く言う。だけど、俺たちいなくなりゃ、ビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくらねえ、くれねえか。だけど、俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中が、きっと来るさ、そのうちに。その日が泣こうぜ。嬉し泣き。はい。最後はサンヤブルースでした。ではまた。